体感を吸収し、吐いて押すっていうことを聞くっていう合わさって、こういう位置に。こう、この位置が変わるんです。で、足に下がって、内足しっかり。上は、親指が上がってから、こう返し。これだけでも、こうなってるんですよ。こう押してる感じ。はい。体結構接してて、この辺から肩に。
掴んで、でこのままこう巻いて、掴んで外してもう一回掴んで、ここの時これが三角で決めて指持って前倒して二重のところに曲がるように出してこの三角、この三角を抜かずにそこ。せっかくパワーとあるのか、何じゃないのか。転換、頼む転換で戻してください。で、これ切れちゃってもいいです、持たれてる。首を引き寄せながら、小手返して全く足の動きでしょ。こうするでしょ。横面の小手返し。小手返し、一般的な小手返しは全く一緒です。ああ後ろで入って足を下げて上がって出るでしょ。こうって小手返しやった時もそうです。ちょっともう一個押さ押さえ後ろ足、前足ではこうだ。はい、大谷さん。